ゴールキーパー今日は大西が入ります。3バックに八木下、近石、美濃田、中盤に前澤、柴田、山内、永田、国分、2トップオリオラサンデー、佐藤と入っています。ゴールキーパー平尾です。バック4は安光、川上、下堂、大迫、中盤3列目に坪川と末木、2列目に高橋、布施谷、吉良、最前線にマテウス・レイリア、4-2-3-1と予想をしています。さあ佐藤に入りました。カウンターチャンス、佐藤が運んでいく。中にオリオラサンデー、オリオラサンデー入った、フィニッシュ。先制点、オリオラサンデーの得点でヴァンラーレ八戸先制です。まあ、佐藤葵のドリブルでもってカウンター作れて、ここからオリオラサンデーの足元に刺して見事なコースを狙った右足フィニッシュでした。この佐藤のドリブルでの推進力というのも持ち味、そしてこのオリオラサンデーの決定力、この2トップの持ち味が生きた得点シーンです。キッカーは末木です。速いボールが入ってくる、詰めに行く、なんとかかき出しました。安駅から鋭いボールが入って、キーパーの大西も目の前に来たボール、まあ、少しファンブル仕掛けましたけれども、そのブロックの背後に送ってくる。国分の対応です。大迫から吉田、外回った大迫、入れ替わりに行く、大迫折り返し、坪川のフィニッシュ。佐藤前を向く、スルーパス来たぞ、オリオラサンデー、ラストパス永田が来た、あ PK、 永田が倒されてペナルティーです。前半終了が近づいていた中ですけれども、しっかり PK 成功です。前半のラストプレー、追加点を取ってきました八戸です。永田は移籍後初ゴールということになりました。でこの PK が決まって前半は終了です。佐藤、国分、さあオリオラサンデーが走る、川上との走り合い、フィニッシュ。パンチ力あるシュートを見舞ってきましたオリオラサンデー。こぼれを拾った薄い、正面坪川、そして高橋、高橋から安光、ボックス内4枚、安光左足クロス、速いボール、フリックして枠は捉えましたけれども、キーパー大西がキャッチです。大山、高橋、松本が足元で呼んでます。下堂、安光ワンタッチ、さあ薄井に入った、薄井の左足、キーパー大西が防いでいます。さあ試合も残り少なくなってきました。いい出足でカットを行け、そしてスルーパス、オリオラサンデー、倒れますがエリア内ファウルはありませんでした。近石のクリア、行け、あスペースに入れました、
さあ、荻原サンデー独走、荻原サンデー、ここはキーパー平尾が抑えています。まあ、シュートに持ち込む前のラストのタッチ、これがちょっと伸びて平尾が補給をしています。さあ、逆に伊藤の仕掛け、伊藤のクロス、試合終了のホイッスルです。ホームのヴァンラーレ八戸、今シーズン初勝利をつかみました。このオリオラスサンデーの先制ゴール、そして前半終了間際の中田和真の PK、 この2点を守りきって、今シーズンリーグ戦3試合目にして初勝利をつかむことになりました、ヴァンラーレ八戸です。